ツイスターツイスターはアメリカのハズブロ社が発売している体を使ったゲームである。スピナーと呼ばれるルーレットのような指示板によって示された手や足をシートの上に示された4色の丸印の上に置いて行きできるだけ倒れないようにするゲームである。イアン・ハービーという少年が発想したとされ今とほぼ同じルールでできたものを友人の家に持って行って遊んだところ その友人の父がゲーム会社にアイデアを売った。当初はプレゼルと呼ばれていた。ゲーム自体はミルトン・ブラッドリーが1966年にリリースした。同年5月3日にはジョニー・カーソンがテレビ番組ザ・トゥ・ナイト・ショーでツイスターを紹介している。この時は女優のエヴァ・ガボールが胸元の開いたドレスで登場。エヴァの手と足がジョニーの顔の上で 笑ったり叫んだりと、目論みは成功だった。そして発売初年、ミルトン・ブラトリーのツイスター販売は300万部以上を記録している。日本では現在、ハズブロジャパンが販売している。ありがとうございます。